エドモンドはアメリカ合衆国オクラホマ州の中央部のオクラホマ郡に位置する成長中の郊外都市である。ここはオクラホマシティ大都市圏内の成長が早い都市の一つである。2003年7月1日現在、この都市は人口7万1643人である。オクラホマ州で6番目に大きな都市である。オクラホマ州立セントラル、オクラホマ大学がある。 エドモンドは北緯35度39分26秒、整形97度27分54秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積227.8平方キロメートルである。このうち220.5平方キロメートルが陸地で7.3平方キロメートルが水地域である。総面積の3.19%が 水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口68,315人、25,256世帯、及び18,588家族が暮らしている。人口密度は309.8、警平方メートルである。119.6、警平方メートルの平均的な密度に26,380軒の住宅が建っている。 この都市の人種的な構成は、白人86.58%、アフリカンアメリカン4.04%、ネイティブアメリカン2.27%、アジア3.26%、太平洋諸島系0.08%、その他の人種0.90%、および今月、本欠2.87%である。人口の2.75%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は 54,556US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 65,230US ドルである。男性は 46,833US ドルに、対して女性は 28,231US ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は 26,517US ドルである。 人口の7.2%及び家族の4.4%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の6.2%及び65歳以上の5.3%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。